藤村さん、今回はセミナーコンプリートボックス、ありがとうございました、はい。今回の映像、目玉はですね、久保さんの映像になります。はい、まあ多分、久保さんとセミナーやることは多分もうないんですけどさこれ、これ3回やったんですね。イリュージョン1、イリュージョン2、イリュージョン3ということで、まあこれが最終っていう感じで、まあ、このシリーズはこれで終わりで、まあ最後の,あの久保さんが、このくネットビジネスを始めて、本当かと。 本当なのかとまあ結構僕も最初ネットビジネス始めた時ってやっぱその全然イメージができなかったんですね本当にネット稼げんのっていうまあ普通に生きてたらまあ雲の上の話じゃないですかぶっちゃけ言うと、うん、まあすいません藤村さんがもうすでにめちゃめちゃ稼いでる方だったらちょっと申し訳ないですけどあの僕が10年前ネットビジネス始めた時はやっぱ雲の話というか。 本当にネットで100万とかその,その普通に働いてて100万なんていうのはまあまあなかなか難しいので100万とかすげえなとか思ってたんですけどやっぱ10年働いてみると10年そのネットビジネスこうやっていく上で僕の中ではまあ実際に僕体験しましたので100万っていう数字だったりとか、まあ、1億っていう数字とかも売り上げ作ってきましたから。 インターネットって本当に儲かるんだなというよりかはまあ実際に自分がこうやってきたので体験してきました、まあ、今回のこのコンテンツ販売に関しても、まあ、インターネット使ってこうあのやらせてもらってますけれども、まあ、こういう販売もできたりとかするわけなのでインターネットすごいなと思ってます、うん、で何にこれからの人生時間を注ぐかっていうことが僕は重要だと思います もちろんその会社で働くっていうことも悪いことではないんですけどやっぱレバレッジがかからないうんやっぱし僕も仕事好きなので仕事はこれからも続けていこうと思うんですけど多分そのこの10年間普通の一般的な会社でこう働いてたら多分今の自分はないんですよただ僕は10年間そのネットビジネスをやるっていう仕事をやってたのでやっぱその一人で単独で独立したとしてもやっぱ飯食っていけるわけなんですよねこれは、まあ 手に食じゃないですけど手に何の食をつけるかによってその後の収入っていうのは変わってくるのかなと思います例えば美容室でも美容の世界でも手に食つけるっていうことでハサミ1本で飯食えるっていう時代がありましたけど今1,000円カットとか出てきて時代はやっぱ変わってきたわけですよ。昔に比べると手に食じゃ美容室になる資格を取って美容師さんになった。 だけど飯食っていけんのかっていうとそういうその激安チェーン店の1,000円カットとか出てきてでライバル店もめちゃめちゃいるその中で売り上げ作っていかないとなる大変なんですよねでマッサージとかもそうなんですねマッサージの資格を取るって言っても今そのマッサージ業界でも結構その言われてるんですけど2980円のフランチャイズのチェーンがめちゃめちゃ出てきてそこにお客さんめっちゃ取られてるっていうのは事実としてあるんですよ だから何,に何,の,点何の点に職付けるのかっていうところ結構重要かなと思いますで僕はインターネットビジネスに関してはやっぱ粗利率が本当高いですから、まあ、今回ご案内するセミナーの映像に関しても僕は100人に売っても1000人に売っても、あのー、在庫リスクはないわけですね在庫リスクはないんです、うん、でここの粗利率もほぼ100%に近いわけですだから売売れれててももなくても なんだマイナスになることがほぼないっていうでもその店舗ビジネスとかの場合は、まあ、お客さん入ってこないとその店舗の維持費だったりとか、まあ、お金めちゃめちゃかかるじゃないですかだからまあこういうやり方とかまあ学んでいただいて本気でやっていただければ何に時間を本気で注ぐのかっていうところが結構この後の,その収入の うん、変わり目になるんじゃないかなと思います。で、僕は本当に10年ちょっとかかって時間がかかっちゃったんですけど、まあ、お客さんの中ではあのほんと3年で1億久保さん稼いでますからまあ、その話を聞いていただいて、本当にこういう世界があるんだっていうことをやっぱ感じていただきたいなと思います。はい、もう本当にセミナーで話されてること。すべてもう実話ですから、それをちょっと感じていただいて、あのー、本気でまあ取り組んでいただきたいなと。 でではですね、えー、今回は商品の方お申し込みありがとうございました。